のスタートです。シグナルに注目。土台ソロッツのレースが始まった。まずトップに出たのは4コースブラックマシン。この後の展開はどうなるのか。レースも中盤戦、接戦状態だ。トップへ2コースソニック、5コースすぐ後ろからトップを追いかける。ファイナルラップに入った。おっと2コースコースアウト、5コースゴールイン。どのマシンも素晴らしい走りだったぞ。